ス区間限定で ST のバーを開きまーす。2月24日から28日の5日間、時間が18時から23時までので、住所もね概要欄の方に貼っておきますので、チェックの方よろしくお願いします。映ってんじゃね。見たらわかるやろ。プリン大食い対決。イエーイ。やったー。イエーイ。やったー。超バイエーイ。お前だけやってないから。お前だけやってないから。大丈夫大丈夫。第何弾よこれもう。92。惜しいかお前。なんで被ってんだよ92。プッチンプリンが60個。夢や。夢やで。60個やで。子供の子。やばいってやばいって。甘い系デザートデザートデザート初だよ。デザート強いってデータが取れてるんですよ俺は。うざいデータしか取れてない。今日戦ってもらうのは俺以外のこの3人。まつべこべ言わずに早く戦おう。お前つべこべよか。つべこべよ。つべこべよ。じゃあやってみましょう。わー見てめっちゃ茶碗飯みたいですね。物で例えるの。いやいただきます。来ましたカウントダウン TV さん。出たカウントダウン TV。 カウントダウン。で、ガイナスした。さあ、うわあ、あ、早っ。あ、もういい。うわ、もう食った。早っ早っ。特には何もないんだ。ないんだ。何もない。何もないんだ。甘いのってこんな美味しいの。うまいよ。めっちゃうまい。うまい。これ甘いの、あんま、まあ、あんま食わないな。これ20個食えるとかもう、ただのご褒美。幸せだよ。見てください、ノリさん、俺の一つ。さすがガシ。おお、一冊置きた。きた。うわうわすげえ。え、2本 !2杯完食。うわこれやばいぞ。え、え、プチプッチン。えクッチンやクッチン。え、もう3個完食。うーこれやばいって。さあ、プチプッチンでどんどん。うわよし。お、5個完食。なに、え、早食いこれ。ちょ、待てやばいって。やばい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 。それはやばい。それは怖い。やばい。6個完食。さあこちら B 支店来ました。知らないおじさんが食べてます。お前それが面白いと思って味しめてんじゃねえよ。ただね面白いんだよね。まあ面白いんだけどさ、うん、え何個いってんのもう。えやばいってこれ。もう8個いってんだよ。おいそれはやばいって。ついに大輝選手スプーンも使いましたねここで。これ多分ね、うん、ペース乱れるか。あ、乱れるねこれ、うん、え、余裕ですね君は。余裕。うわもう10個完食や。お前なんでこめかみにプリンついてるの。もっと早い。え早すぎる。あ、ここで、知らないおじさんからですねリタイア。リタイアの申し付けですかねこれは。お水が欲しい。あ、お水が欲しい。あ、お水持ってきます。大丈夫か君。これでも飲めよお前。おっさんといえばお前プレミアムボールスだよ。腹でたまるね。よっしゃ行け。俺がな二人羽織で飲ましてやる。おー来た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 。気持ち悪いじゃん。何回も言うけど、なんで芸能人の診断のやつ須田まさか。そんなやべえ。100%でしょ俺。のりさん、僕18個目なんですけど、もう余裕なんですけど。早っ。じゃあスプーンで食いますよ。スプーンって僕2口終わっちゃうんですけどこれ。ハケモンすぎる。マジで早い。え、それ20個終わっちゃうんだよ。どうしますこれ。僕の勝ちいいんすか。僕あと多分10個ぐらい入りますよお腹の中に。ハハハハ。ターボード分までいっちゃえよ。いっちゃっていいじゃん。完全勝利いっちゃえよ。はい、20個完食しました。20個完食。何もらっていいっすか。もらっていいの。いっちゃえばいいんだよお前。おい逃げ切る。ちゃんと2個取ったからもう無理やで。早すぎるマジで。何なのこいつ。何お前渡してんの。くるだやったさあおじさんどうですか。おじさん腹いっぱい。腹いっぱい言うてるやん。え、やっぱプリンって腹いっぱいになるの。めちゃくちゃ悪い。なんでこいつ食えちゃうの。やばい分からん。やっぱ別腹なんだ。おかしいおかしい。皆さん勝利の瞬間です。23個目です。え、これ早食いで見たことあるんや。16完食。おお、よお、16個。そう翔平、お腹いっぱい。お前が優勝できる方法を考えたぞ。今から俺はプリンを1個も食わないんだ。
で、大輝が奪うのを俺は何としても死守する。お前はゆっくりとこれを食っていけばいい。大食いチャンピオンはお前だ。いけ頑張れ。俺は大輝に奪われないようにこれをな何度か死守するから。見ろ、23個完食。お前何個だ今。15、16、17、17、17、18、19、20、21、22、23。はい、勝ち。はい、俺の勝ち。おー、死守、死守、早く死守、早く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 。全然いいですよ、全然いいですよ。大食い王者が恥ずかしいね。食うんだ、巨兵。食うけ、いけ。食うんだ、ジョーみたいな。行くんだ、ジョーみたいな。これ、おっさん吐くね、これね。イエーイ、イエーイ、ふぅー、ふぅー、ふぅー。すげえ。全然できる。やべ。24個。うわ、はい、うわ、ホームラン数と一緒。はい、あの、スポコツさんホームラン数と一緒。で、あとお前今何個食った？18やな。18 19 20 21 22 23。はい、勝ちです。あと24です。終了。こんなことあっていいんですか？もう終わりなんですかこれ。まあ簡潔に言うとそういうことだ。あ、じゃあこっからはもうラスト5個、大輝行けるとこまで1個行ってもらおうよ。君たち待ってる間に結構腹に来てるんですよ。あ、やっぱ来るんや。やっぱ来るよね。つかお前何個食ったの？12だね。なんかお前暇そうやから。え、で、え、お前ウニ食べれた？食えないです。プリンに醤油入れたらウニの味すんじゃん。あ、いいね、しょうもない検証。あ、いいよ、それやろうよ。お前食え。その間食ってんの？お前は限界に挑戦しとけよ。やだ。醤油入れます。そんなわけなくない、普通に考えて。でも醤油とね、ウニでね。俺ウニ好きだからさ。いきます。どうなんでしょうか。あ、アフターはプリンやけど、もう入れた時の2、3秒は確実にウニ。ちょっと待って、何この時間。最初はプッチンで食ってたのに、いつの間にかなんかゆっくり食う感じのやつになってるよ。しょうがない。前も一口で食うんじゃないの？何もないかい。カラメルがきつくない？カラメルと黄色いとこと、あと柔らかいところと、うん、滑らかなところと、うん、プッチンしたらプリンってなるところが、うん、プッチンプリン全体じゃねえよそれ。はい、あのお前ら全体なんだよそれ。それは違うわ。知らないな、お前プリンキング病よ。なんて？プリンキング病。お前プリン奉行知らないね。俺はさ、さっきさ、プッチンプリン、プッチンしてこう一緒に入れてたじゃん。はいはいはい。だからカラメルと黄色い部分が一緒になるわけですよ。ああ、なるほど。あれ絡めないと、だから絡めるって言うんだよ。絡める、絡めるで。わかる？ちょっと、締めよ。25個目完食。これも限界でーす。え、限界だ。ま、行こう、あと2個やし。限界まで、ボルテージ高めのライド。神様はいない、自ら作るもの。限界今またやん。あれ、これラスト1個かな。はい、え、何個目？26、27個目。こいつすごいわ。はい、じゃあ行きます。はい、うわー、うわ、すげー。完全勝利、大輝の優勝。うわー、すごかった。まあ、ギリギリでさ、俺思った。俺さ、ターボーに勝つ時ってさ、結構圧勝してない？圧勝、勝つ時は俺すごいよね。余裕すぎる、なんか。その時って、大体ターボー本当に訳してない。うん、あのカップラーメンの時も俺多分7個差ぐらいつけたし、たこ焼きだって10何個差ついてたでしょ。大田さんも言ったら、もう時間があったら俺もっと食えたな。本当だよ、俺もだよ、もっと食えた。2、安くあったら勝ってたよ。言い訳ですね。だって今日は60個ってもう決められたんだよ、個数が。ああ、そうだ、そうでしょ。だったらじゃあ自分のペースも全部考えなきゃいけないわけですよ。正論でしょ。ああ、どうする？お前の優勝だよ。お前はもう何ちゅうにないです。いやいやいや、俺結構まだいけるからね。出ました、マウスオブボー。俺ね、発動しました。マジ今日200個あったら勝てた前に。ちょっとこれ、こいつどんだけいつも中途半端。はい、今度何とも言えへんから。まあまあ食ってるし。なんか何とも言えへんねん。大輝すごいなと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。お願いします。それでは次回の大食い企画でお会いしましょう。バイビー。バイバイ。プッチン。想像つかん覚悟でぶっかまれ、笑ってる奴ら蹴っ飛ばして、誰もが羨む生き
様見せるぜ。 Yeah yeah yeah。